三洋食品、札幌一番、名古屋きしめん、揚げ麺に液体スープと火薬がついています。麺は幅が6ミリ程度もある扁平断面で、ちぎれが強く存在感が大きいです。強感は結構あります。ふわっとした優しい口当たりで軽い食感ですが、即席麺らしくていいと思います。スープは黒く、火薬の鰹節の華やかな香りが特徴的です。ベースにはサバコのしっかりとした味が出ています。辛さは全然ありません。刺激も乾燥ネギ程度で、もうちょっとピリッとした部分が欲しいと感じます。具の油揚げは細かくて、味にも食感にも与える影響が少ないです。この部分もやや物足りないです。しかし安価な製品なりにうまくまとまっていると思います。